私が一貫してここ20年近くにわたって株主総会で発言してまいりました内容は、1970年に1300万円の飛び切り合理化ですね、まあ、目的事項に合わせまして会社であったことでしょうか。ちゃんと聞いてください。ただそうやってやると中身はでそうですね、おとと初期が始まったわけですけれども、その企業支援者たちにさまざまなが行われます。仕事の引上げ、人間差別ということよりいじめというのが仕向けられてですね、と一切不思議なからクラブトから解除されたり、社会から全員の人を集められる私の結婚してるはずだったのに出なくなるよく決められる、僕らに話し合いただきます。このサインは何ですか。私の顔の前で何やってるんですか。判定受けないんだよ。何じゃないんだよ。取ってくると取るだけなんで、それすればこれ以上議長議長議長と言ったら受けていただきます。平和への思いを
私たちが示そう。最近またまずくなってきたの、ま、最近じゃないよ、今まで言わないからじゃないの、みんな誰が俺言われてるんだ、みんなと誰の、いや今までの係長さんと俺今度は違うからさ、カリスマとかそれ聞いてんだ、いやそんなことないね、おー石橋係長また門前に立ち始めてもう何千回にもなると思うんですけれども、やめようと思ったりしたことはないんですか。あ、やめようと思ったことはないですね、全くないですね、やめたいと思ったこともないし、まあ自分の役目だと思ってるし、まあ、自分なりにやりがいあるし、まあ、ありがたいと思ってやってます。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたをもっと優しくて、あなたはもっと強い、まあ門の前から会社に入ってくる人たちを見てるありさまっていうのは20年だっても同じなんですよね。20年前も僕の方を見ないように職場の中に流れ込んでいく、変わりません。僕は永久にやると言ってるわけじゃなくて、自分の精神力体力が続く限りやると言ってきましたんで、まだ続いてますからやるつもりです。会社は、まあ、定年になったら辞めるというふうに思ってるみたいな節もあるんですけども、解雇になってる人間に定年があるわけないわけであって、60になろうが70になろうが、私がここで会社に対して納得していないわけですから、それはやり続けますし、僕がここで戦ってることで勇気づけられるというふうに言ってくれる人もいますんで、それは嬉しいというふうに思います。だそれが本当に自分が幸せに生きる一つの方法だと思ってますんで、やってます。5月になるとめでで労働者の団結叫ぶ、でもあなたの職場には差別されてる人がいませんか。あなたの暮らしの小さな出来事に筋を通して生きていますか。タバコの火さえ消せない人たちに火事が消せるとは思えない。あなたの暮らしの小さな出来事に筋を通して生きていますか。タバコの火さえ消せない人たちに火事が消せるとは思えない。